皆さんこんにちは、ゲーミングお母さんちゃみとお父さんです。よろしくお願いします。なんでそんな嫌そうにしてる？いやー、もうなんか、うわー、いやー、なんか今日は俺な、言いたいことあんねん。あ、じゃあ、さ、お父さんですを待ってくれてる方結構おると思うの俺。最初は何も思ってなかったんですけど、ある時お客さん、また別のお客様いらっしゃった時に出会ったらってもうボディーランゲージだけで分かり合えたことあったんですよ。それ待っとったんやみたいな。なるほど。それ聞いた時に、あ、これはもう恥ずかしがらんと僕はやるべきなんや、何を素人が格好して調子乗ってないと思われてもいい、これはやるべきやと思った。だから君がそういうスタンスやったら困る。いやいやいや、もうまたやじゃなくて、これがもうデフォルトでついてくるんやと、そういうふうに思ってくれるんだ。もうようしゃべんな、もう1分ぐらいしゃべっとやんか、もう本題感とこれやって、私はうわやるところまでがワンパッケージやから、いやそれおもろいかな思ってやっとんやんかな。いや、もう基本ですから、お願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、今日こちら謎の物体が我がお宿に届いておりますけれども、見てください。島村と書かれております。心待ちにしてたよ僕は。君はまあ多彩で忘れてたと思う、正直。でも僕はもうずっと待ってたから。私も待っとったよ、待っとったけれども、ごめん、何注文したか忘れた。それは忘れてた。開けたら感動が戻ってくるわ。こちらの箱の中にはしまむらと配給のグッズが入っております。はい、お金がないからねそんなに買ってはないかなと思うんですけど、結構重いのよ。嫌な予感してる。結構買ったっけ？買ったな。重量のあるものを買ったな。早速開けていきたいと思います。7月に配給の10周年イベント、エキシビジョンイベントが東京で行われるのよ、来月。来月。それにチケット当選させていただきまして、そうですか。そう、行かせていただこうと思います。まあ私一人ですけど、残念ながら初日は週末なのでちょっと行かれないんですけれども、週明けてすぐに行かせていただこうと思っております。こちらの方もちょっとレポートできたら嬉しいなと思うんですけれども、はい、まずもって私たちそんなに配給を好きになって間がない。そう、歴史が浅いので貴重な配給グッズでございます。はい、ご開帳です。おお、何々買ったかというと、何も買ってないねびっくりした。え、めちゃくちゃ何も買ってないじゃない。てか僕のものやな。ほんまや。え、あ、こんだけだけ。まずメンズルームウェアL サイズ、これが2970円と、大判バスタオル、そしてもう一つが大判バスタオル。え、これだけ？だから忘れとったんや。これ全部僕のものやな。もっとなんかいろいろ買ったような気がしたんだけど、冷静やったな今。これだけ？そうか、わかりました。では冷静やった。ほんまに必要なものしか買ってないやんか。いろいろ出てくるんだと思ってた。まずは、おお、すげえ。見えますかね。ルームウェアと称した、まあユニフォームですよね。ユニフォーム、猫間の。あ、これってなんか、素材が。スウェットかな。そう、スウェット素材って言いたかったのよ。それ、もう私もう出てこいやん、言葉が。40も過ぎたら。な。そうよ。え、上しかないの。いやいや、あるよ。下もあるの？え、そうなの？いや、のはずやで。え、上しかなくない？あれ？あれ？あ、こっちがこういうことです。ああ、なるほどなるほど。セットアップになってて、ああ、そういうことか。え、だから長袖と半袖こういう感じで。おお、超いいくない？めっちゃいいやん。ちょっと着替えようかな。着替える？え、なんでそうですよね。そういう流れ。裸着ちゃない。ちょっと待って、これ透けへん？メッシュ。まあ大丈夫。透け。大丈夫？ほんまに？大丈夫大丈夫。映画汚い体見て今するな。まああんまほんまあれやな、ちょっと一回旦那らしいバチンと言わなあかんちょっと全然違う感じよね。また中年やからな。やっこやね完全にやったことないやったことあるもんないよでしょうね。弱そう試合勝たれへんやろ。1試合もトストスそれか違う違うよ。レシーブレシーブやトス上に上げれるじゃんかいな。それ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 。いや確かにね縁やけれどもやで、やっぱキャラクターの皆さんとちょっとちゃうねだいぶ。42やからね。いやちゃちゃそういう意味じゃなくて、どういうことほらキャラクターの皆さんは距離短いやないの。ズボンが肝心要なこのズボンが長いじゃないだろ。え長いってそれない。ああそういうことか。バレーの選手ってそうやな短いよ。こういう感じやな。でこれまああくまでルームレアーっていうか普段着やからな。リラックス感はあるよね。めっちゃいい。それいつ着るの？俺の中ではニトリ行く時とか。ニトリにその試合の格好で行くんかいな。ニトリにちょっと夏布団買いに行く時にこれで行くで隣長ちゃん本舗の100均寄って帰ってくる。うわだいぶやなだいぶやな。その時はこれでええやんか。やめとけやめとけなんか上だけ見たらぽいかも、まあ、下がやっぱりねちょっとね長いのが気に食わん私は。これこっちも来てよ長袖バージョン。物語にこんなバージョンのあったっけ？ごめんなさい配給ガチ勢の方にちょっと怒られたあれやけど、うん、駆け足で見たとこもあるやん。そうよねハマりすぎてだから、うん、忘れてるんよ、うん、その水ニョロっていうのはねちょっと覚えてる。水野ならぬ水ニョロや。なんかちゃんと言えた今水ニョロや。全然ないよ。あっ猫まこのフォントはそうだったかも。はい、はいカメラも歪んでもたなもうカメラも歪んでもとやないかいな。こんなもんかな。マジで合宿みたいな感じになってる。ほんまやエアーサロンパスの匂いがしてきそうやな。エアーサロンパスの汗の匂い以上に香りや言うとったやろ。大判バスタオル出していきましょうか。大判バスタオルをバスタオルな2で買ってる。マジそうだ。いやじゃあどっちも欲しかったんや。え嘘嘘やん。いや何本あっても困らない。2つ買ったん？え間違ったかもしれない。間違ってないよ。え私も欲しいって言ったのかな。そうそう2でっていうのも全然覚えてない。こちらがカラスノのトベ2枚ね大判バスタオルですよ。で、こちらが猫間のつなげのこれも2個。ええー、ね、同じもの2つ買ってんの？そうそうそう。この時の私どうしたハイボール飲んどったレモンも入れとった。ああやってもたなお金のない時期に。いやでもこれだから激安。あでも安いんや。1290円税込み1419円やから、うん、多分2枚にした。なるほどね。だからこれ2って書いてたんね、うん、何の2やいや堅実な買い方。もうブワーってあれもこれもってなってない。これ冷静さを保ってるって大丈夫。ほんまかいなこれ全然冷静さ保ってないような気がする。これ使い道こっちはこのユニフォームはニトリ行く時なんなんこれ何これなんか恥ずかしいやろ。 YouTube に色つけよう思ってなんでやろ。もう1個あるやん何これ。あ奈良の大仏さんやろこれ。プーが修学旅行でこうやって何こうやってたんだよこれ。これめっちゃいい音鳴るやん。もう一回叩いて昨今の YouTube 業界すごいみんな切磋してたくましそうか。いやもう切磋してたくませんないから普通にやろう。いや自分で出してきたやん。あそうか切磋してたくましようそうしとった丸出しやで。恥ずかしいこと言わせてるよええ加減してよ。定番化するんかこれ。せえへんわまあ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 これね結構開けようか。開けようあちょっと待てよこれ。あちょっと待てよこれ吸わへんのちゃうんかいなこれ。ちょっとやっちゃんあ大丈夫大丈夫これは23回洗ってから出てくるやつ。ほんまに本領発揮。最初ちょっとでもねいやいい素材やな。1000なんぼやろこれ。うわめっちゃええやん。おすごい。ちょっと文字が入ってる。猫間高校男子バレーボール部父母会様からですよ。あらーやばいやばい。うわすごいな、こっとうな。完全に応援しに来てる人やん。父母会ユニフォームある。いや俺想像しとったよりちょっとワンサイズいい意味で大きいな。本当。うん、金額のこと考えたらもうちょっとちっちゃいと思っとって。これでもパッチン止めがついてるからあれかな。パッチン止めって何？パッチン止めほらここに着替えるときによりええやん。ウエストに巻くやつやろ。そうそうそう、ウエストに巻けるやつな。プールとかでこれサウナで使うものってんな。サウナやといつ使うんよこれ。サウナの話してえん。ゲーミングお母さんで手短にお願いします。広いとこ行こうか。邪魔くさー。ゲーミングお母さんほんまに猫間の一番やめてくれ。あ、俺これサウナに着ていくわ。これで行くわ。喋るなよ。いやなんていうの、サウナは今まあサウナ流行ってるやん。流行ってるね。でもまあ別に流行ってる流行ってないのよは、私はもう結構昔から一番の趣味って言ってもいいんちゃう？うん。サウナに行くのが好きで、サウナはまず3原則。サウナ入ります。水風呂に入る。これ皆さんちょっと水を提供がやらなあまりだけど。でから水風呂。だから入ります。でこれもいいや。こうめちゃくちゃ今もうめっちゃわかるわ俺これ。そうやけどこの人整えとったらさ、配給好きなんですかって声かけられるで。それもいいくない？本当俺今まで喋りかけられたことないけど、今後あるかも。あるかもやで。あるかもっていうか欲しがって思うな。これでいって、それでいって、これで整って完全に話しかけて、友達増えるかもしれない。まあね、配給のお友達は増えるかもね。の時のためので、まあ水風呂で綺麗になってからこうちょっとかけてるだけやから、最後これで拭き上げまでいけるから。ああなるほどね。ほんでこうパチンパチン、俺のウエストいけるかな。いけるわ。いけそう。全然いける。おお、大人サイズなんやね。ちょっとしんどいわ。子供がパチンパチンショーもしんどいかな。ちょっとしんどいわ。ゲーミングお母さんカラスのいきますよ。いきましょう。めっちゃええな。これちょっと2つずつ買った。いやでもだヨレヨレなるもん、もうずっと使うから。確かにそうやね。この黒がねだんだんめちゃくちゃかっこええやん。出てきて。おおこちらは烏野高校男子バレーボール部 OB 会やな。これもうでも配球ファンの人はもう当然のことや。当然のことなんだな。私らほらファン歴がさ薄いから、こんな感じで細かいディティール見てなかったけどこうなってたんやなって感動するけどさ、もうみんなはこれはもう当たり前のことやと思う。はいはいはい。そうやね。問題はすごい。ちょっともうベロアカのごとくね、光沢があるぐらいの黒やから余計な。うん。いやだってこれめっちゃ吸って大丈夫。すごい。でもさ、ほんまにカラス色やね。超カラス色じゃない？すごい。めっちゃ嬉しい。やばい。でもこれさ、いつ注文したっけ？いや2ヶ月ぐらいになるんじゃん。注文日3月24日。あ。僕ごめんなさい、私事やけど3月22日が誕生日なんですよ。あ、でそうだった。2個行ったってええやんって言ったと思った。全然覚えてなかった。多分そうやわ、おそらく。それで22もあるんじゃん。はい、というわけで、この度はですね、しまむらと配給のコラボグッズご紹介させていただきました。はい、もうお値段もしまむら価格で、良心的、もうほんまありがたい。はい、皆さんはしまむらさんでグッズ買われましたでしょうか？はい、ぜひコメント欄で教えてください。というわけで、この度も皆さん最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。5分後。思い出はいるで。